ザブース、皆さん、こんにちは。ドイツガイドの萩原です。僕ですね、ちょっと最近髪を切ったんですが、かなりね、失敗をね、してしまったんですね。っていうのは、ちょっとね、お団子を結べるぐらい短く切ってくださいって言ったら、全部統一、均一にされてしまって、耳のあたりが見えますか？なんか、結べない状況に、ひどい状況になっちゃってるんですが、ドイツでね、髪は切らない方がいいと、日本人の方は、みんな知っている知恵なんですが、というか、今日はですね、ご紹介したい場所が見えますか？今僕はまたちょっとね、ドイツバイエルン、ミュンヘンを抜けて、ザルツブルグのね、近郊に、ね、やってきました。ザルツブルグ郊外にあるこのシュロスヘルブルン城にね、なります。黄色ね、お城が印象的なんですが、ザルツブルガーね、前のちょっと動画でもご紹介したんですが、まあ、教会のね、司教さんが領主として治める場所、地域だったんですね。塩と金の交易で莫大な富を得た、まあ、当時のね、司教、マルクス・スイッティクスって司教が、まあ、これまで、まあ、世界でどこにもない、まあ、存在しないものを作りたいということで、約400年前に作らせた広大な庭園と邸宅がこのシュロスヘルブルンに、ね、なります。まあ、普通のお城と違って、ここはルスとシュロスっていうふうに言われているんですね。まあ、直訳すると快楽もしくは楽しむためのお城ということなんですが、一体何が世界で唯一、もしくはヨーロッパでしかないものなのか。まずはまあちょっと簡単にお城の中にね、入ってみましょう。お城のね、中に入ってきました。ここは八角堂というふうに呼ばれている音楽室なんですね。この真ん中のところにこの音符がね、巻物状にこう連なっているんですが、まあ、実はアルプスを越えて北、初めて1614年にクラウティオ・モンテ・ヴェルディの「オルフェオ」っていうですね、オペラがザルツブルグで公演されたんですね。ということで、その音符、楽譜がね、置かれているんですが、壁のところにはアルセーニョ・マスカーニというですね、イタリアのフィレンツェのね、画家の絵が描かれています。まあ、当時の宮廷生活の、ね、一部が描かれているということで、音響効果も、ね、抜群だったようですよ、この辺りは。そして、このお城の中で最も豪華なのが、この宴の間、祝祭の、ね、間に、ね、なります。奉仕図法、この騙し絵がね、使われていて、奥行きがあるように天井が描かれていて、さまざまね、徳、美徳とか、そういったものがまたミュンヘンのレジデンツのように擬人化されているということなんですよね。これもそのイタリアの画家アルセーニョの絵ということで、例えばね、見ていただくと、ここにちょっと分かりづらいんですけど、ウフィッツ宮殿、ウフィッツがね、売れますし、反対側にはベネツィアのサンマルコね、広場が見えます。まあ、ちょっとね、面白いものがあるんですが、ザルツブルグの大司教の紋章であるアルプスアイベックスとライオンがね、こう抱き合ってますよね。そこにヌーメンベル・リスイッタ・イグニーティ、まあ、神は対立するものも結びつけるというふうにね、文字がね、描かれています。次のお部屋、ここはですね、バッサ・マート・シュピール、ちょっとこれから後で行く。ヨーロッパではここでしかね、見ることができない重要なもののちょっとオリジナルがあるんですが、次はここですね。食堂の間というふうに、ね、呼ばれています。
ユニコーンが皆さん見えますか、まあ、幻想上の、ね、動物としてよく神話とかお話にヨーロッパ出てくるんですが、まあ、一角獣の、ね、牙がこの角に使われているということで、ユニコーンの、ね、その角っていうのは傷を癒したり死者を復活するというふうにも、ね、言われているんですよね。壁に描かれているのはそのザルツブルクの周辺の狩りを取れた鳥とか動物、もしくは異国情緒、異国の珍しい動植物など、例えばこのひまわりなんですよね。ひまわりって17世紀になっても未だにまだエキゾティックな植物ということで、観賞用としてねこう利用されていたんですよね。他にもこれ生まれつき奇形だった8本の、ね、足を持つ馬などがね書かれています。ということで、じゃあちょっとその公園の方にもねちょっと行ってみましょうかね。お城をね出てきました。ちょっと皆さんと一緒に公園をね散策しようかなと思うんですが、まあ、というのは今日はね5月の9日なんですが、もうですね気温がだいたい最大25度ぐらいっていうね、まあ、ちょっとした夏日なんですよね。この辺り、まあ、ミュンヘンもそうなんですが、なので多くのね、まあ、市民の人でもここはもう本当に賑わう憩いの場ということなんですが、クリスマスマーケットもね宮殿内で開催されていて、僕もね一回行ったことあるんですが、すごくね雰囲気があって素敵なねマーケットなので、マザルツブルクとね一緒に観光する、もしくは一泊して日帰りで来るのもいいと思うんですが、ここにもね一角獣ユニコーンがいますが、このねやっぱりお城のハイライトっていうのがちょうどこの僕の目の前に見えるものにね関係しているんですよね。池というよりかまあ水なんですね。ということで一体何がこのハイライトか、ちょっと早速行ってみましょう。ここがですねシュロスヘルブルーンの一番有名なところであるバッサーシュピーレのお庭、仕掛け噴水のねお庭にね、なっています。まあ、いたずら好きだった大司教が400年前に作らせたということで、今でも完全な形で残っている、まあ、ルネサンス後期もしくはマニリスムスのね時代の噴水ということなんですが、ちょっとどういったものがあるかね見てみましょう。
かな。お城内にはですね、カフェもあるということで、早速、これトッフェンシュトゥルーデルっていうですね、カスタードクリーム、ちょっと固めのカスタードクリームのパイ、いただきます。生クリームがね、添えてあって、こんな感じ。温かい、固めの温かいカスタードクリーム、そのまま。夏の季節は皆さんね、アイス頼んでますけど、あ、でも、急遽ね、食べ終わったんですが、すっかりですね、僕皆さんにご紹介するもの一つね、忘れていたんですね。ある映画が、撮影された場所が、ここにね、建物なんですが、あるんですね。それが何かというと、この僕の目の前に見えるガラスのパビリオン、あずまや休憩場所になるんですよね。これは映画サウンド・オブ・ミュージックのね、撮影場所の一つであったということで、もともとはね、レオポルト・クローン宮殿の公園の中にあったんですが、この建物自体は撮影にね、使われたと。電報配達のね、ロルフと、長女のね、リーズル16歳は密かに恋に落ちて、このガラスの東屋の中で、もうすぐ17歳、 16 going on 17を歌いながら踊る場面というのが印象的だったと思うんですよね。こういうガラスのパビリオンってね、ヨーロッパにいくつもあるんですが、この美しい景色とまさにマッチしてますよね。ということでね、シュロスヘルブルン城、皆さんいかがでしたでしょうか。ザルツブルクからバスで15分ぐらいでね、来ることができます。ミュンヘンから日帰りでね、ザルツブルク行くことができるんですが、ザルツブルクに泊まってこういう周辺ね、アルプスとかヘルブルン城を訪れるもね、すごくいいと思います。ちょうど僕が今皆さんと見ているのはドイツとオーストリアのね、国境になります。奥にクワガタみたいなね、山が見えますが、あれが僕がバッツマン2713メートル、前のね、僕の動画でもね、紹介したのです。あそこも素晴らしいので、ぜひね、動画見ていただけると嬉しいです。ということで、また次回のね、動画でお会いしましょう。チュース。